甲賀市立山内小学校は、滋賀県甲賀市土山町黒川にあった市立の小学校。学校の統廃合により2017年3月に閉校となった。鈴鹿峠の麓に位置する学校として、民謡、鈴鹿孫歌の教育も行われてきた。校舎の面積は1690平方メートルで、構造は鉄筋コンクリート造りの3階建て。 甲賀市の学校再編計画により、土山小学校に統合される形で並行となった。あくまで校舎を転用できるような形にするため、休校ではなく、並行の措置が取られている。1873年の時点で、進む道学校、国立学校、文政学校、ヤンバル学校の4校が存在した。この4つの学校が統合されて1901年に、 山内村立山内尋常小学校となった。そして、山内国民学校、山内村立山内小学校、土山町立山内小学校、甲賀市立山内小学校と変遷する。2017年3月に143年の歴史に幕を閉じた。2019年9月20日、小学校の跡地利用に関して、ウイルステージと甲賀市の間で、 基本協定が結ばれた。校舎内の教室や体育館に水槽を設置し、ヒラメやトラフグ、マスなどの陸上養殖が行われている。休校舎や園舎を用いた養殖事業は、滋賀県内では初。浄化装置を24時間作動させ、長期間にわたって水を変えない完全閉鎖循環型陸上養殖が行われている。さらに校庭を、 グランピング施設として活用する予定。並行前は以下の地区の生徒が通学対象となっていた。ありがとうございます。